いい感じだね。もっとポップコーンがあればいいのに。ははは。ねえ、わっ、何が起こってるの？何してるんだろう。そんな、わあ、怖すぎる。やめて、リモコンがない。わあ、ダメ、消して、電源を押して、ここだって。なんで消えないの。わあ、わあ、ここは一体どこなの。そしてこれは誰。うわあ、なんて怖い。ただのハロウィンアート対決だよ。何から始めよう。そうだな、ちょっと待って。そうだ、こういうのは見たことがあるかい。ジャックオーランタン。ええ、まあ、あ、もうポテチがなくなっちゃった。そんな、待った、残念。次はどうしよう。はあ、これ使える。インスピレーションが降りたわ。骸骨男はカボチャが欲しいって。それならこれでどうだ。でもこれは普通のカボチャじゃないよ。陽気なジャックオーランタンだよ。この素敵な笑顔を見て。ゆっくりゆっくり、急がないで、優しく押すだけ。準備はいい？じゃじゃん。待って、茎もね。これで良くなった。うわあ、クネア、びっくりした。私は何を作ろうかな。そうだ、オレンジの糸。このジャックオーランタンは暖かさも兼ね備えてるの。待っててね。のりお願いします。大量にね。糸を浸すのに十分なくらい。そこに入れたらしっかり浸すよ。いいね。それをこんな感じに配置して、模様はかっちり決めなくても大丈夫。これが終わったら顔を作るよ。見えてきた。どうかな。え、わあ、私のを忘れないで。素晴らしいでしょ。さて、とても興味深い。彼女の、やった、私の勝ち。ま、大丈夫、おめでとう。あ、もう少し。おっと、よし。さて、次は何。僕に話しかけてるの、それともこの手に話しかけてる。なんで手なんかに話しかけるのさ。待って、手って言ったよね。何、この素晴らしいアイデアにご挨拶を。これ気持ちいい。これなかなかいいでしょ。そして押す。できた。でもまだ終わりじゃないよ。糊を使って手首の輪郭を描くの。それから綿棒を貼り付けていく。手の骨を模倣するの。指も全部ね。あと少し。そしてご覧の通り、手作りの X 線。これは私の手だよ、気づいた？ね？あれ？どこで花を手に入れたんだろう。あ、見ててよ。頭にはっきりと浮かんだわ。2つの手を合わせて。額の中にはこれだけで大丈夫。でも外側はどうしよう。花をつけようかな。素敵でしょ。これを手の上に置いていくの。そして少し不気味さを加えるために雲を追加。どう思うかな。かなり不気味でしょ。クレア、いいね、手を見て。終わった。じゃあ花がいっぱいの方。やった、イエーイ。わかったよ、ハイタッチね。もっと面白い動画を見るためにも高評価とチャンネル登録をお願いします。二人は何してるんだ。アートを作る時間よ。ねえ、見せてよ。おお、素敵なペイントブラシ。
集中しようとしてるの。すごい傑作を作るんだから。ねえ、ちゃんと聞こえてるんだろ。なんなのよ。ブラシを借りてもいいかな。ああ、これが欲しい。ちょっと無理かな。意味わからない。僕諦めないぞ。え、なんなの、私のブラシ。いいわ。ありがとう。私は何を使おう。一本しか持ってないのに。よく考えてなかったわ。あれ、壊しちゃった。どうしたらいいの。ああ、わかった。こんにちは、お隣さん。ブラシを貸してくれる。いやよ、あっちに行って。何よ、失礼ね。いいアイディアがある。バレないようにして。あら、電話が来た。元気。ゲット。彼女すごいな。僕もやってみよう。行くぞ。新しいブラシを作ったわ。オーケー、またね。待って、何かがおかしい。どうも。ああ、何をしたのよ。もしもし、助けて。美術って大好き。あら、それは何。すごく高そう。新しいイーゼルよ。ちょっといい。ダメ、離れて。全部私のもの。何よ、もう知らない。これどう思う。うわ、なんてひどいの。これを見てちょうだい。うわ、彼女はまるでゴッホね。生まれつきの才能よ。私も頑張ったわ。いや、オタク、誰も見てないといいな。私の方が上手だって認めて。おう、うわ。そうそう、僕っていつもこうなるんだ。彼はチームのスター選手ね。風が強いな。誰か窓を開けたのか。こっちに来て。サッカーボールだ。私の番号を聞いてくるはず。何、私のイーゼルが。気を落とさないで。下を見ちゃダメ。なんてことに。大丈夫、私が直すわ。ちょっといい。なんだ。この段ボールがいるの。お好きにどうぞ。ありがとね。私みたいにいい子にこんな仕打ちを。それは何なの。信じて、任せてちょうだい。まさか、イーゼルみたい。まだ終わってない。かなり順調。うわ、信じられない。アーティストにはパレットがいるの。ハッピーペイント。これを私のために。あなたの髪をイーゼルにクリップして。さあ、描いてみて。うわ、クール。素晴らしいわ。あなたも描いてみない。聞いてくれてありがとう。授業の準備をしなきゃ。ノートはいらないわ。これがあるの。何？そう、僕だ。調子はどう？あら、ちょうどよかった。素敵な絵だね。席を変えなくちゃ。できた。気に入ってくれる？ヘキス。私も注目を浴びてみたいな。わあ、興味深い。やあ、君。ずっと待ってたのよ。あなたはどの本よりも素敵。ああ、知ってる。女の子の夢ね。待って、いい考えがある。僕が撮るね。これはいらない。痛い、顔が。本当に痛かった。サンドイッチを私に投げたの。おっと、ごめんね。構ってられないわ。寂しかった。うわ、あっちでやってよ。作業を始めよう。袋をテーブルに置いて、ペンを使うわ。袋に丸を描いていく。お次は、ああ、ラブハートを描く。もう一つハートがいるわ。次にハッピースマイルも。中を埋めていく。線から出ないように。かなり順調。袋をひっくり返して、袋に何か詰める。私はペンキを使うわ。この黄色は完璧ね。3つ塊を足して、そしてハートは赤いペンキに切り替える。これで封を閉じられる。大満足よ。あなたって面白い。ねえ、それは何？これを見てちょうだい。袋を押してペイントを滑らかにしていく。気持ちいい感触、すごく楽しいわ。
うわ、あれを見ろよ。うまくいった。彼が私を見てる。ちょっと失礼。あら、わかった。またね。彼はどこに？僕はここさ。いやだ、これは現実。すぐ戻ってくるといいけど。今日ラッキーデーよ。僕もだ。なんでこんなに遅いの？寂しいじゃない。待って、何をしてるの？何かの冗談でしょ？どうしちゃったの？あなたと二人きりね。今日も一日頑張ろう。始まるぞ。おや、何してるんだ？彼が来た、サプライズ。ハッピーバースデー。うふう。ああ、みんな最高の生徒だ。でも何やってるんだ？あなたを描いたの。うわ、すごい出来だ。鏡を見てるみたい。気に入ったよ。人生最高のプレゼントだ。でもこれをどうすれば？とてもハッピーだ。よし、じゃあこうしよう。テープを出して絵の上に貼っていく。それを剥がせば。何をしているの？キャンバスに貼り付けよう。まさにぴったりの場所だ。最高の絵だからね。僕は世界一幸せ。この仕事が好きだ。ああ。ワクワクするな。今日は特別な日なんだ。ハッピーバースデー。あら、ありがとう。わざわざ嬉しい。当然じゃない。一体なんだ？うわ、私の好きな香水。とってもいい匂い。間違ったギフトを選んだかも。これは間違いだった気がする。それはすごくいいだろ。ただの岩が？でもすごい岩だ。そんなのあげちゃダメよ。やめなさい、私が預かる。じゃあどうすればいいんだ？ひどいギフト。待って、アイディアがある。絵の具とスポンジがあれば岩の上に色をのせる。それから違う色を加えて。うわ、すごく綺麗。もっと良くしちゃおっと。これで一段レベルアップ。虹を加えましょう。あとは雲も。仕上げを始めるときよ。これで完了。できたわ。とっても可愛い。はい、どうぞ。うわ、これはすごいや。渡してきたら？貴重な瞬間だ。深呼吸して。ねえ、ハッピーバースデー。今何か言った？それは何？うわ、なんて綺麗なんだ。どうしたの？何が起こってるの？しっかりして。うん、変なの。最高の時間だった。プレゼントがあるんだ。あら、どうも。一体何かしら？自分で開けてごらん。え、これって岩？本気なの？これを私に？とっても綺麗。うわ、夢みたいだ。うわ、彼って優しいのね。あは、面白かった。ママに報告しないと。いい感じ。みんな注目。次のプロジェクトだ。あれってネズミ？始めなさい。頑張って。本気なの？楽しくなりそう。始めなくちゃ。よし、私も。難しいはずないわ。ちょっと待って。もしかしてダメ？思ったより難しいじゃない。一体どうしたらいいの？そうだな。何それ？ちょっと気をつけて。やめてよ。もらっちゃうわよ。ゲット。意外と使えるかも。失礼、もう一つもらうわ。ええ、うまくいきそう。うわ、すごいわ。ねえ、ちょっとこれを見て。一体何のため？意味がわからない。私に何をしろっていうの？手伝ってくれる？周りに線を引くの。やってみる。応援してて。うまくいくといいな。待って、これって合わせるのよ。わかった、そう言うなら。あら、形になってきた。わお、これはすごいわ。
すごい。時間切れだ。じゃじゃーん。見せてごらん。すごくいい予感がする。うん、とてもいい。成績を発表するぞ。お願いよ。緊張しちゃう。できた。 B なの？いいわ。うわ、 A プラスだわ。よかったわね。うわ、あれを見て。彼女とっても素敵だ。授業の時間ね。うん。ちょっと何をしてるの？前を見て歩きなさいよ。君がぶつかってきたんだ。冗談言わないでくれる？何が起きてるの？みんな静かにして。仕事を変えたいわ。僕の本を拾って、うん、解決策は一つだけ。ねえ、これを取って。え、なんで？すぐにわかるわ。じゃあね。あ、どういうこと？はあ、ずっと良くなった。あら見て、イーゼル。先生がぬいぐるみを持ってる。モデルさんに挨拶して。なんだって？これはアートチャレンジよ。私の可愛い友達の絵を描いて。最初からそう言えばいいのに。じゃあ始めよう。クリエイティブな気分だ。いくよ。まず目から始めよう。次に顔を描いて、ディテールを加える。それから色を塗り始める。かなりいい感じだ。違う種類の青を使おう。できた、完成だ。かなり上手だろう。ええ、そうかもね。あんなに上手いなんて難しくないはず。ブライアンができるなら誰でもできる。待って、これは何？なんてひどいの。電話をかけなくちゃ。もしもし、助けてほしいの。あ、彼じゃないか。来てくれて嬉しいわ。痛い、顔が。すごい、うまくいった。見せるのが待ちきれない。これを見てちょうだい。私を選んでお願い。勝てるといいな。ジュリーの勝ちね。今の聞いた？あ、頑張ったのにな。彼泣いてるの？あ、ジュリーごめんね。やっぱりブライアンよ。やった、演技クラスが役に立った。楽しかったわね。僕って最高。もうブライアン、あれ見て。これが次のチャレンジ。早く始めなさい。この髪がいるわ。おい、僕のだよ。彼女に取られないようにしよう。気持ち悪い。何を持ってるんだ？そんな髪あなたにあげる。もっといいものがあるの。うん、どこだっけ。これは私のお小遣い。うわ、キラキラコイン。大当たりを引いたぞ。今日はラッキーデーだ。うん、ちょっと、それは私のよ。うん、これを使えるかも。紙の上に置いて、テンプレートにするんだ。小さな線を引いて。かなりいいぞ。時間をかけて。これでよし。これは後に取っておこう。さて、顔を描こう。うわ、これを見て。少し小さいけど、でも気に入ったよ。いいわ、私の番ね。ブレンダーを用意して。見ててよ。お金を細かく破くの。またパパがくれるし、全部ミキサーに入れる。たったのこれだけ。あとはなんだっけ。ああ、水を一杯中に注ぎ入れて、それから蓋を閉める。それじゃスイッチオン。うわ、すごい勢い。まるでお金のミルクシェイクね。次はこのフレーム、トレイの中にはめたら、お金のペーストをかける。最後の一滴まで逃さない。全体に慣らして、隅までまんべんなくね。隙間を作らないように。それから上に布を敷く。これが水を吸収するの。スポンジで叩いて、スピードアップできるわ。固まるまで待つ。これでよし。枠から外していくわよ。壊さないように。これを写真フレームに入れて。思いっきりクリエイティブになるの。裏側から顔の部分をカットして。わあ、私ったらどうやったのかしら。顔を枠に貼り付ける。まさにアート作品。そして本当に高価よ。少しやりすぎなんじゃない？嫉妬しないで。審査の時間だ。あら、二人とも終わった？とても印象的ね、ジュリー。それは本当に小さいわ、ブライアン。双眼鏡が必要だわ。いいものはみんな小さいんだよ。ジュリーの勝ち。やっぱり思った通りね。
確かにいいもんな。うわー、木がたくさん、なんて壮大なの。うわー、このツタはどこから来たの。ひどいことするわね。この葉は本当に危険だわ。でも美しさが隠れてる。この枝は使えるかも。まずは葉っぱを取らないと。あ、こんなにたくさん。あと少しできた。いい感じ。ここから面白くなるわよ。どの色を使うべきかしら。黒い夜よベイビー。最も神秘的な色でしょ。完成。悪くない。準備はいい。レッツゴー。気持ちよかった。うん、超かっこいいと思わない。退屈な鉛筆なんていらないわね。不安な感情も込められてる。あーイエーイ。もっと飛び散らせて。この森のようなワイルドさ。もう一つ部屋に飾って完成。みんな気に入るといいな。魔法がかかったみたいでしょ。ランダムだけど完璧。私の最高傑作になりそう。彼らに判断してもらおう。みんな分かってくれたみたい。本当にありがとう。おめでとう。よくやったわ。うん、なかなかいいかも。もう少しこっちにしようかしら。うん。ねえママ、ママ忙しそう。わかった。これ聞こえる？ダメ？うん。こっちはどう？聞いてる？うん。いい？ねえ、聞こえないの？もう、ママは耳がないみたい。それなら他の手段を試そう。絶対気づいてくれるはず。しっかりしてママ。大当たり。ちょっと痛いじゃない。一体何なの。ゴミ。私じゃないわ。うん、アルミホイルは無駄にできない。有効に活用しましょう。見て、輝く真っ白のキャンパス。このピースにぴったりのサイズよ。さあ、周りに楽しい螺旋を描いて。いい感じ。次に背景に色を塗る。ひっくり返して。これでホイルが見えるわ。みんなを忘れないようにね。パーフェクト。次のステップ、ペイントよ。素早くブラシを走らせて、さらに新しい色をのせる。わお、すごい。魚の海よ。本物の鱗のように輝いてる。かっこいいでしょ。何か物足りないかも。どれどれ。ブラシが多すぎる。これは？それともこっち？はあ、少し休憩しよう。ふう、うん、ふう。さてと、うん、何が起きたの？ボトルがどんどん増えてる。うわ、ペットボトルがもったいない。もしかしてリサイクルできるかも。見た目以上の価値があるはずよ。少なくとも私はそう思う。歯が鋭いから慎重に。真ん中部分を切り取って。よし、キャップがたくさんあってよかった。もう少し色があるといいかも。じっとしててね。少しだけ時間がかかるわ。でもなんだか満たされた気持ちになる。ひっくり返して。まだ終わってないわ。ホタグリューを足す。巻いた紙に貼り付けてね。できた。完成よ。ボトルキャップには見えないでしょ。さあブラシさん、みんな集合。整ったアートスタジオになるの。整理整頓ハックって大好き。よし、全部終わり。必要なブラシがすぐ出せる。うん、もう少し小さいのがいいかな。さあやってみよう。それで次は？もっと必要ね。イエス、なんて素晴らしいの。自然の中って最高じゃない。綺麗な空気を感じるでしょ。ええ、とても綺麗ね。ちょっと聞いてもいい？一緒に楽しいクラフトをしない？クラフトですって？いいわ、ちょっと待ってて。ちょうどいい材料が必要ね。ここにたくさんタンポポが生えてる。いい素材を見つけたわ。イエイ。クラフトをやりたいのよね。これを見て。自然のステンシルみたいよ。影をちょうどいい感じに合わせるだけ。中を塗っているのが見える？
こんなリアルな作品なんてある？やった、完成。もうできたの？すごい、クール。私もやってみていい？ここに色を塗るだけでしょ。超すごい。とってもいい感じね。私もそう思う。これなんだかヤシの木みたい。クリエイティブな時間って楽しいわね。外はすごく暑いわ。うわ、ダメ、膝が。長時間スクワットしすぎたかも。うわ、ペンキの上はダメ。うわ、なんてことなの。お気に入りのレギンスが。どうしよう。大丈夫？このありさまよ。やばい。待って、私に任せて。え、何？ま、信じてちょうだい。あとしばらく動かないで。もうかなりいいわ。さあ、後ろに持たれて。少しだけ動いてちょうだい。次に手を置いて。とてもいいわ。最高。新しい自画像アートよ。顔じゃないけど、私の一部ね。何かいいものない？うわ、今まで見た中で一番素敵なモデルだわ。インスピレーションが湧いてきたかも。彼女の美しさを捉えたい。まずはしっかりしたアウトラインね。うん、今のところ順調。このふっくらリップを奪うわ。あとは彼女の髪で終わり。たくさんの美しいカール。でも写真と全然違う。うん、私には無理。ハニー、どうしたの？見て。そうだ、おやつが欲しいんじゃない？はい。ああ、そうか、お腹が空いているのかも。うん、ポピーシード。めちゃうまい。よし、すごく満足よ。すごく散らかっちゃったけど。ちょっと待って、いいアイデアが浮かんだわ。もう一度やり直してみるわね。私何もかも間違ってたわ。ただのイラストじゃ物足りない。もっとテクスチャーが必要。ポピーシードが助けてくれる。空を飛んでいく。キラキラでもっとパーフェクトに。すごいでしょ、見て。わお、本当に素晴らしいアーティストね。頑張ったわ。おーいえい、気分は最高。インスピレーションが私の中に溢れてる。少しのカフェイン摂取も大切。まさか。嘘でしょ。私の絵が台無しじゃない。あー、どうしよう。もしかしてコーヒーが答えかも。今回はしっかりコントロールするわ。この雨雲が見える？今度は土砂降りよ。すごくいいわ。でも待って、これも使おう。余分なものを取り除いて。そうそう、良くなった。少しアウトラインを加えるだけでさらに際立つ。この通りよ。私たちの主役を忘れないで。わお、色の力ってすごいのね。ベルトから靴まで塗って、全部塗ったら完成。これはまさにハッピーアクシデントね。うわ、今はやめとこう。ママ、ママ、なんかクレイジーなの作ろう。どういうこと？ランプとか、あれよ。これを？電球はどう？これで何かできるかも。他に何が使えるかな。その糸くずがちょうどいいわ。どれどれ、ライトがついた。頭の中でね。うまくいくといいけど。糸くずに絵の具をたっぷりつけて。まあまあ、本当に大丈夫なの？よく見てて。この糸を完璧な形にしていかなくちゃ。さあ、電球の形に置いたら、色が引っ張られるのを見てごらん。ほら、本物の電球みたい。クールでしょ？信じられない。私もやる。もちろん、さあどうぞ。私の小さなアーティストさん。
囲気を楽しんでいますか？この動画を友達に共有、このチャンネルを登録して楽しさを逃さないようにしてくださいね。